ある2024年6月24日に、三菱重工業社の長崎造船所で建造が進められていた、最上型護衛艦艦種記号 FFM の9番艦の命名式及び進水式が挙行されたね。同艦は名取と名付けられたことが報じられたな。今回はそんな名取について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。報道された写真を見れば、すでに梅雨入りしている九州地方を表すかのように曇天下でこれらの式典は行われた模様で、この式典には防衛省や日本政府、三菱重工業社の関係者らおよそ200名が参加したとされるね。式典においては元気原防衛大臣が名取にかけられた綱を参加者を代表してカットする演出がなされ、名取は2023年7月の起工から予定通りに進水を迎え、来年末の2025年12月での収益が予想されているよ。そのため今後の名取は建造元の三菱重工業社のプレスリリースによれば、船体そのもの、機関部、電気系統、兵装類などの残された偽装工事を施された後に、前述したように2025年末に実戦配備される予定なんだって。名取の艦名は宮城県の仙台市並びに名取市を流れる一級河川である名取川から取られており、旧大日本帝国海軍においては長良型軽巡洋艦の3番艦であった名取に続き、2度目の投用となったと言えるぜ。最上型護衛艦はすでに1番艦最上、2番艦熊野、3番艦の城が2022年、4番艦三熊が2023年、5番艦矢作、6番艦阿賀野が2024年に収益を果たし、続く7番艦の仁淀が2024年12月、8番艦の湧別が2025年3月に収益予定となっているな。艦艇の数を収益年及び収益予定年で並べてみると、2022年が1番艦最上、2番艦熊野、3番艦の城の3隻、2023年が4番艦三熊の1隻、2024年が5番艦矢作、6番艦阿賀野、7番艦の仁淀の3隻、2024年が8番艦の湧別、今回の9番艦名取の2隻となっているね。残る10番艦、11番艦が2026年、最終の12番艦が2027年の収益の予定となっており、平均すると年間で2隻ずつを収益させる当初の計画通りのスケジュールで進捗しており、海上自衛隊の今後を担う中心の艦艇となると目されているんだ。最上型護衛艦は一時期までは最大で22隻の大量建造が行われる。同一の艦級としては海上自衛隊史上でも最多の艦艇となる可能性も示唆されていたんだけど、12隻までで終了し、以後はさらに規模を拡大させた新型 FFM が12隻建造される方向が確定しているみたい。こうした間にも日本の最上型護衛艦は、オーストラリア海軍の新型フリゲートの採用の候補にも名を連ねる事態となっており、そのまま同艦が検討の俎上に上るのか、後継艦の新型 FFM がその座を狙うのかにも注目が集まっているな。個人的にはオーストラリア海軍の新型フリゲートの候補としては、兵装の面でも強化された新型の FFM が検討されるのではないかと感じているが、海外の輸出実績の豊富な艦艇とそうした経験はほとんどない日本が対峙するのは難しいのではないかとは思っているぜ。さて今回の名取を含む最上型護衛艦であるが使用は、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0 メートル、最大幅が 16.3 メートル、深さが 9.0 メートルの艦体を持ち、フリゲートとしては決して小さくはないんだ。最上型護衛艦はこの艦体に、機関としては CODAG 方式を採用し、イギリスはロールスロイス社製の MT30 ガスタービンエンジンを1機、ドイツはマン社製の 12V2833DSTC ディーゼルエンジンを2機搭載しているよ。これらの機関部によって最上型護衛艦は最大で7万馬力の出力を発生させ、最大速力は30ノット以上を確保しており、かつ電力の供給にはダイハツ社製の MTU ディーゼル発電機を3機搭載して増加する艦内の電力需要に対処しているんだって。今後の水上戦闘艦は、ますます高性能化が進むレーダーやソーナー、センサ類をはじめ、
各種の兵装の運用にも大量の電力の消費が見込まれるため、発電の能力の向上は戦闘機等と同様に一層の強化が求められるだろうな。すでに今回の名取で9隻目が進水を迎えた最上型護衛艦であるが、その構想は現在の2024年から19年前の2005年にまで遡り、当時の海上幕僚幹部が示した次期護衛艦艦式号 DD 汎用護衛艦について調査研究から始まったぜ。この次期護衛艦艦式号 DD 汎用護衛艦についての調査研究では、アメリカ海軍がその当時建造を進めていたフリーダム級とインディペンデンス級の2種の沿海域戦闘艦を念頭に置いて、その使用を検討したことがわかっているらしい。そのため、ここでの次期護衛艦艦式号 DD 汎用護衛艦は、フリーダム級の45ノット、インディペンデンス級の40ノットという高速力を参考にした上で、さらに建造費用も従来艦よりも低減させる方向で検討されたみたい。しかしフリーダム級の45ノット、インディペンデンス級の40ノットという高速性能は現実的ではないと早々に判断され、使用上のそれら速度を下げ並走面での妥協を行っても、目的に掲げた建造費用の低減は困難だと目されたね。やがて政治上の決定としては2013年末に25機の防衛計画の大綱とそれに基づく26機の中期防衛力整備計画が策定発表され、そこでは経済的な発展を背景に著しい海軍戦力の増強を図る中国を念頭に置いた施策が示されたよ。具体的にはこうした中国海軍の艦艇数の増加に対処すべく、従来よりも情報の収集とそれに基づく警戒と監視任務に従事させる護衛隊について、5つから6つへと増強する方針が打ち出され、護衛艦の総数を47隻から54隻まで7隻を増加させることが明記されたな。ちなみに今では防衛計画の大綱は2022年末に国家防衛戦略へ、中期防衛力整備計画は防衛力整備計画へと名称の変更がなされて入るが、海上自衛隊の護衛艦54隻体制への造成はそのまま引き継がれている状態だぜ。いずれにせよ2013年末に25機の防衛計画の大綱とそれに基づく26機の中期防衛力整備計画の時点で、それまでの次期護衛艦艦式号 DD 汎用護衛艦は、より多用途に対応可能でコンパクトな艦隊を備える艦へと変更されたってわけだ。そのため翌年の2014年には次期護衛艦艦式号 DD 汎用護衛艦は、3000トン型将来護衛艦と呼称されるようになり、2017年2月に防衛装備庁がその建造を請け負う造船企業の公募を行い、造船企業側からの提案を募る形としたね。この公募に応じたのが、三菱重工業社、ジャパンマリンユナイテッド社、三井造船社その後三井 ES 造船を経て現在は三菱重工マリタイムシステムズ社の3社であり、この中から三菱重工業社の提案が採用を勝ち取ったんだ。翌2018年4月には海上幕僚艦部は3000トン型将来護衛艦と呼称していた新型護衛艦を、海上自衛隊では新種の艦式号である FFM とすることを発表、艦級であるフリゲートを FF で、多用途性と機雷戦能力の不要 M で示すものと説明したな。結果として新型護衛艦である FFM は要求される仕様を盛り込んだ結果として、3000トン型将来護衛艦と呼ばれていたものから 30% の基準排水量を増加させた3900トン規模となり、ここにも最上型護衛艦が誕生した形だぜ。このように時代のニーズと建造費用という観点から最上型護衛艦は生み出されたわけだけど、これに続く新型 FFM では基準排水量はさらにおよそ4880トンまで拡大させる見込みで、この艦隊の大型化に伴い兵装も強化されることが確実視されているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。